おい、やらせろ。ほれほれ。キャー、カズマス様やめてください。うるせえ。俺の子供産めや。俺の子供産めや。ダメです、ダメです。いや、君みたいな真面目な子に子供産んでほしいねん。キャー、キャー。ナルト、河内のおじの元で居候をしておきながら、カズマスは側室に読解を出していたのだ。すごいタイミングでおじさん登場。とうとう出たね。てまっちゃんだいボケ。この不義理野郎が。あかん、めっちゃ腹立つわ。ふっふっふっふ。はっ、ほげい。泡かける竜のひらめき。またつまらんものを切ってしまった。もうここにはおれん。おみよよ、君とはまたいつか会いたいものだ。あばよ。カズマスは返り討ちにしたぎく出奔したのだ。出奔とは逃げ出して姿をくらますことです。出奔したカズマスはお入りの清津城下に現れた。の、信長さん、面接に来ました。何？おい、こんな不義理野郎でも面接するのかよ。いや、実はあいつね、軽い親戚関係なんだよね。なるほどな。親戚の縁を頼ってきたおじさん。それでどうしたんだ？ある、物理テストに入った。ああ、はい、どひゃー、君、いいね。45メートル離れた約30センチの的に火縄銃で百発百中の腕前を披露。さあ、合否を聞こうか。合格です。合格、おめでとう。こうして小高診断入りを果たした。豆知識、信長に気に入られた理由、百発百中の腕前、射撃が上手いのには理由があった。おじを切り逃亡したカズマスは南蛮貿易で栄えた泉州堺井の町に潜り、橘屋又三郎、鉄砲旗の異名を持つ男のもとで3年間みっちり修行していた。今後ブームが来るであろう銃の時代に備えて、はい、ドンピシャに当たりました。そしてそれが信長のお気に入りになった理由になります。戦で銃が主流になる、製造方法を知っている、銃の使い方がうまい、当時の最先端を走る男だった。今で言う最先端テクニック、そんな男は信長を使う。合理的で適材適所に部下を配置するからだよ。信長は流行りに敏感でとても合理的でした。甲州武田征伐。天正10年、総大将織田信長を殺す略で従軍する数松。行くぞお前ら、このまま撃ち抜くぜ。はは、数松はあっという間に大出世していました。織田軍は大島城、江尻城、深城を落とします。あねじゃあさい、勝つより。ぐぬぬ、さすがにヤバすぎ。せや、ええこと思いついたで。追い詰められた勝よりは神父城を焼き払った。そして小山田信繁を頼ろうと使いを送った。だがすでに小山田信繁は織田側に寝返っていたのだ。こうして天目山の麓の屋敷、逃げ込んだ勝頼はジジイ。この屋敷を取り囲んでいたのももちろんカズマス。えい。こうして光介の国と信濃の国をゲット。これに伴って関東八州の警護、東国のお取り次ぎを命じられる。頼んだぞ。はは。豆知識、関東関連に匹敵する大役。関東八州の警護、東国のお取り次ぎは関東関連に匹敵する大役で、上杉謙信の後を継ぐ要職と言われます。あまり目立たない数松ですが、豊臣秀吉をしのぐ勢いがあり、あの織田家の宿老、北陸軍総大将柴田勝家と肩を並べる地位についた。だが数松の出身は謎が多い。甲賀出身の忍者説、ただの博打打ち説。多い振り幅すごすぎやろが。あ、てかよく考えたらお前秀吉と同じくらい成り上がりやないかい。織田四天王、滝川一松は織田四天王の一人だよ。柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、この中で特に信用されていたのは丹羽長秀、
一番付き合いが長く、物理的な意味でね。柴田は、織田家のゴタゴタでいろいろあったが、村井のトップ。組織の名目上は、筆頭です。そしてドラマ家臣のトップが、明智。本能寺の明智という最強織田家家臣の四天王の一人に数えられている、竹尾和正くんでした。おい他の三人に比べてエピソード弱くねえか？信長の跡継ぎを決める清洲会議に重臣竹川一政は参加できませんでした。おめえ四天王だろこれ、ぶん殴るぞこれ。お前織田四天王やろ。いやそれが、いや、やばすぎ、殺される、逃げろ。この頃関東で行われてた争い、北条との戦に敗れ命からがら逃亡中でした。こうして隠し名だった猿にも舐められる。だから猿が仕切って行われた信長の葬式も門前払いだったのかよ。もっと頑張らんかい。お前は四天王剥奪。さらにその後も柴田勝家に味方した秀吉との戦でも敗北。ちなみにこの争いに敗れ領地は全て没収されます。和正くん、君の領地は没収だ。浮き急転直下の大転落の人生。お前人生高低差ありすぎやろ。高低差ありすぎて耳キーンになるわ。おい、領地も立場も何もかも失ったけど元気出せよ。わしの葬式来れないし部下にバカにされてるけど元気出せよ。元気出るわけないだろう。うるせえ。そもそもワイは公衆生活の後はもう年やし働きたくなかったんや。どうにかなんねえのかこいつ。もう手遅れだな。カズマスが絶望していたその時、謎の女性が現れた。カズマスさん、おひさ。おいおみよ、お前どうして。あなたが元気ないと聞いて会いに来たわ。ああ、最高、結婚しよう。なんと元気ないカズマスのところに現れたのは過去にちょっかいを出したオミオだった。そして元気ないカズマスはオミオを正室に迎えた。元気を取り戻したとさ。異性のくれるパワーは絶大というわけです。とりあえずオミオ、カズマス、結婚おめでとう。また来週。関連動画は概要欄だよ。概要欄から見てね。概要欄から関連動画あり。私ひみこ。Sorry.